日火曜夜7時からはバナナサンド2時間スペシャル。うわっ、過酷な罰ゲームをかけ VS パークでテンション爆上がり。うわぁ、全体でこらえた。寄せ、寄って最悪、最悪、最悪だこれ。何これ、ボンバー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 、うーボンバー。そして女優二階堂ふみさんと激うま料理でごちそう。二階堂ふみのこんな姿見れない。見れないですよ、声が出ません。バナナサンド2時間スペシャルは7月13日火曜夜7時。ここからはウェブ限定動画、ロケ本番前の4人の完全オフトークをお見せしちゃいます。さあ今日もロケでございます。今日はですね、まだオープンしない、していない越谷レイクタウンに来ております。今日もこのメンバーだー。いやー、ダチョウ倶楽部です。ダチョウ倶楽部じゃないですけども、今日は屋内です。うん、まあね、はい、うん、サマーランド以来。そうですね、サマーランド以来、あれ以来。サマーランドでは結構集大を晒してましたけど。晒してたね。したらさ、うん、俺の話俺の話いやいやいや。そう、したらといえば、先日放送されたサマーランドロケでの対決にことごとく惨敗。まあ俺の中での、はい、今日もなんかそういうゲームとかやるんでしょ、はい、俺の中でのテーマはリベンジ。サマーランドリベンジ。今日全部勝つからね。ああ、今体作りしたんですか。してない。だけど、最近ね、コールドプレスジュースをよく飲んでいや、おしゃれなだけですね。所さんのさ、ロケで飲んだの、はい、それ以来、ああいう健康的なジュースで体をきれいにしてる。あ、そうだ、だから中身変わった。だから強いと思う。トミーで、トミーがやばい。いや、こいつですね、膝がさ。そうですね、だ何やるか分かんないですけど、なんせね、野球のユニフォームのズボン履いてる時に肉離れ起こしてるんですヘルニアです。それも、ああ、腰もヘルニア。ズボン履き替えた時にヘルニアになるっていうね。どこが一番悪い、体が、はい、どこが一番悪いの。まだまだ続くオフトーク、後編は明日夜8時配信。過酷な罰ゲームをかけた対